こんにちは、ゆうです。パートナーのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。そこ噛むんかいって。はい、今日朝の、生放送お付き合いくださった方々、アーカイブご視聴くださった方々ありがとうございました。はい、予定の方もありがとうございました。あのガチャ更新ね、待機配信っていうの最近やってるんですけど、あの新規コラボとか、気が向いたら なんですけど、はい、気が向いたらとかなるべくやるようにはしてるんですけどね。はい、でもそれを10時からか9時半からかやったんですけど、まだつかめないっすね。なんかそのどうやってその合間の30分をつかむかっていう、つかむっていうか潰すかとかってあんまつかめないんですけどね。はい、ちょっとぐだっちゃったんですけど、ありがとうございます。お付き合いくださった方は、全然言えてないですけどね。はい、今日から来ましたね。はい、今日は無課金サーバーか、柴犬までやっていきたいと思います。はい、今日から来ました。はい、今日はもちろんね、一発目はガチャ動画って決めてるんですけど、はい、今日から来ました。魔法石10個転生したらキングスライムだった件コラボガチャ、はい、来てます。おめでとうございます。新コラボですね。はい、柴犬丸ね、あのコツコツ石回収ね、3枚とかちょっと手伝ってもらって、はい、やってたんですけど、なんとか、石10個間に合いました。はい、いや、よかった。石使ってね、一回ぐらい引きたかったんですよね、ほんまに。あとは、そのね、トークか。そう、この前のね、あの、あれや、あの、シンクロ覚醒の時もね、生放送、ありがとうございます、ほんま。ね、ちょっとご協力いただいて、ちょっと2体攻撃プラスのシンクロ覚醒も終わったということで、はい。まあ、やるべきことはお酒ガチャで、まあ、黒飛びを引けへんかったことぐらい以外はできたのかなと思っております。で、気分よくね、ガチャ、ね。転生したらキングスライムだったコラボガチャ、はい、聞いていきたいと思います。はい、まずは無料からね、無料ガチャから引いていきたいと思います。10日分の1日目ですね。はい、柴犬丸もね、あの10日後に900日を迎えるということで、はい、これログインちゃんとしていけば10日目に迎える際には柴犬丸900日というね、ちょっと なんか話今日全然まとまらんねん。はい、あとはもう無料とはいえ、もう全然遠慮しなくて、金とかより控えめな遠慮はいらない。よし、おお、思ってた。僕ね、ちょっとね、ランが、はいはい、長いな、エラ長いな。4色以上の攻撃ダメージの経験、こういうか3発倍、ここを向かすは光手は抜くための HP を言って。あー、これなんかちょっと嬉しいっすね。で、1ターンの間、最上段に5分の1の雲が発生、4ターンの間です。はぁ、あ、はぁはぁ、多色系の犬か。あー、もうね、僕ね、もう犬系はね、あ、こっちにもまた犬、アシストも犬なんや。あー、もうね、犬系は全然僕、犬、柴犬丸って名前つけてるぐらいなんで大好きなんで。嬉しいですね。で、このクリア報酬テンスラガチャもね、はい、クレイマン降臨、はい、ソロでクリアしました。あの普通に百式の編成かジャスティスでクリアできました。こっちもね、もう遠慮とか全然いらないんで、もうダイヤでよろしくお願いします。はい、おっしゃしゃしゃ、遠慮の塊全然いらん。おお、になった。ヒューガーこのカニって最強ですね。はい、デッドエンドレインボー。あ、これもあれか、4色以上、あ、多色系か。あ、多色系が無料でゲットできるのめっちゃありがたい。僕多色ね、まあまあまあ、一番苦手なのは十字なんですけど、はい、いやありがたいですね。これおそらくテンスラ系がね、次なんか千獣かチャレンジの何かしらがちょっとカチッと当てはまるやつなんやろうと思ってるんで、はい。それではこちらのクリアした、シュラテンペスト連邦軍上級のクリア報酬ですね。はい、こちらも上級をクリアしたんで、もちろんガチャも上級、控えめな金いらない。おし、シズ、これで終わらせる。あ、ごめんなさい、ちょっとかぶっちゃった。シールドを一つ破壊。シールド破壊か。おー、これいいっすね。いいっすね。え、武器が？イフリート。冬武器。うわ、ちょっと、どうした？柴犬丸。
いつもガチャロン全然あかんやん。それではね、もう最後、はい、もう早終わってまいりますね。ガチャというのは悲しいものですね。購入歴フルアヘフ10個でございます。ちょうどジャスト10個ですね。はい、石使って、もう狙いはもうね、強欲にリルムベルトラ行きましょうか。あ、リルムテンペストがあれか、確定か。そうか、リルムベルトラは交換細工できるんか。それでは転生したらスライムやった、そのスライムの人でしょうね、おそらく。僕ほんま全然わかんないんで、はい、これも控えめな金などいらない。はい、よっしゃ、かぶるんかい。ヒナタ、ヒューガーこの針って最強ですね。はい、ヒナタの細剣っていうのかな。敵1体に4億の固定ダメージかける7。これはね、僕ほんまね、ちょっと生放送中にポロッと言っちゃったんですけど、周回とかあんまり得意ではなくて、あー、7回目の攻撃で確実に、そうやから7回なんや。あー、それではちょっと結果見ていきましょう。はい、こちらですね、ちょっと3話目もちょっと協力していただいて、まあ、クリアしたんですけど、はい。イーヌ、ヒューガー、この範囲って最強。シズ、ヒューガー、この範囲って最強。あー、まあまあまあ、全部ダイヤっていうのはちょっと珍しいんで、もう、ワンランク上のダイヤとか欲しかったんですけど、あー、まあ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 、でも初回のね、この入りに関しては、まあ、順調なスタート切れたんじゃないかなと思っております。はい。じゃあ、もうこの間で、このぐらいでもうね、ちょっとあの、引き伸ばしとかもせずに、まあ、終わっときましょうか。もう素直に。はい。それでは、この辺でお開きにしたいと思います。皆さん、テンスラーのね、好きなキャラとか、ぜひぜひ、教えていただけると、僕もね、ちょっと、どんなキャラなのかなとか、調べてみようと思うんで、はい。ぜひ、コメント欄に、そういった、皆さんの推しキャラとか、あとは、皆さんのガチャ結果とか、教えてくださると嬉しいです。もちろん、動画のね、これ評価も、よろしくお願いします。こちらの方は、嬉しいです。はい。あと、そのね、今日の12時からか、5月24日、お昼の12時からなんですけど、TikTok ライブのイベントに、ちょっと僕出演させていただきますので、ずっとゲームでやってるだけなんですけどね、はい。ちょろっとね、YouTube でもやらせていただいた、別のウィットモンスターのね、はい、ゲームやらせていただいてるんで、主にそっちかな。まあ、パズドラもね、ちょっちょいやっていきたいな、と思ってるんですけど、はい。ぜひ、そちら、お気になる方は、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは、今回のお相手は、ありがとうございました。それではね、バイバイ。